今回の動画はワードでショートカットキーを使って文字の検索と置換をする方法をご紹介します。で、ワードで文章中の文字を検索したいといった場合だとか、あと文字の置換ですね、文字を検索をして別の文字に置き換えるといったことをしたい場合もショートカットキーを使うと便利です。それではまず検索のやり方なんですけども、キーボードのコントロールキーを押したままアルファベットの F を押してください。はい、そうするとワードの最新のバージョンだとこの左側にナビゲーションっていうのが出てきて、ここに文字を入力をすることによって検索をすることができます。今回じゃあ何でもいいんですけど、じゃあ見積書とかで入力をしてエンターを押します。はい、そうするとこの右側の文章のね、この見積書っていう文字のところがね、色が変わって検索ができました。で、以前のバージョンのワードの場合は、この左側にナビゲーションっていうのが開かずに、別枠でこの検索のウィンドウが開きますんで、そこで検索ができるという形になります。はい。では次に文字の置換のやり方なんですけども、こちらもキーボードのコントロールキーを押したまま、アルファベットの H を押してください。はい。そうするとこういった形で、これはね、現在の最新のバージョンでも別窓でこのウィンドウが開きますんで、この置換のタブが選択されているのを確認をして、上に検索する文字列っていうのをまずは入力をして、で、下にこのね、置き換えしたい文字列を入力をして、この下の置換とか、すべて置換というところをクリックをすると、文字を置き換えることができるということですね。はい。といったことで今回ご紹介した文字の検索と置換ですけども、あまり頻繁にやる作業ではないかもしれないですけども、覚えておくと便利かなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。